若林さんの言動にメンバーとお日様びっくりしてしまう WW。 普段ひよたんのことを天岸と呼んでいる若林さん、10月20日の避難愛で唐突にひよたんと呼ぶ。それを受けてひよたん含め日向坂メンバーは困惑し、スタジオが一瞬開示並みにざわつく笑い。困惑される中、若林さんは呼んでんだよひよたんのこと、初めて呼んだけどと言ってました。呼ばれたひよたんはひよたんやばいと言っていました笑い。これにお日様たちは、唐突なひよたん呼びはキュンすぎる、ひよたん呼びでたこいちわいた、本当に突然のひよたん呼びにみんなポカーンとしてる W。 若様絶対裏でひよたん呼びしてるだろこれ笑い。若林さん初めてひよたんって呼んでるの見た WWW。 ひよたん呼びこれ素で出ただろ、その後恥ずかしくてネタっぽくしただけで。確かに若林は浜岸って呼んでたもんな。7年経って突然のひよたん呼び W。 ひよたん呼びに本人が動揺するの受ける笑い。恥ずかしくない手で押し切るためにもう一回強めにひよたんっていうところがいかにも若林さんって感じで可愛い。若林、俺もなんでひよたんって呼んだんだろうって内心思ってそうだし、もしかしてこの日のひな愛の収録タフでお疲れ気味だった笑い。